こそ20代僕たちに月曜日は来るのか。さあ始まりましたね。今週も本当に20代僕たちに月曜日は来るのか。来るけどね、いつもね、なんだかんだ来ちゃうね。ちょっと来てもね、まあでもね、違う、ちょっとね、ちょっとこのまま月曜日は迎えられないぞっていう方たちがね、この番組を通して、まあなんか違う風になってくればいいかなっていうアバウトだね、アバウトだね。いや、まあ、だってどう変わるかまあね、はいはいはい、話だから、ね、まあでもね、このまま月曜日は嫌だなっていう気持ちじゃないパターンになってくればね、そうですね、そんな感じで、はい、じゃあヘルメットね、千葉県です、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。やっていきたいと思います。で、今日は第16回はいで、前回は初の女性、初の国籍が日本ではないゲストに来ていただいて、はい、お迎えしました。ユリアナさんに出ていただきましたね、はい、で、なんか前回は、はい、それで、はい、いろいろね、なんかメールが来てたんで、ね、メールを、はい、まあ最初はね、メールをいただいています、はい、よいしょ、前回メールを送ってくださったのがですね、ちょっとなぜか迷惑メールに行ってしまってたので、まあそれめっちゃ来てない今日。え、でもこれは読んだから前回。ああ、そうか、そうそうそう。で、じゃあすいません、先週 の迷惑メールに行っちゃってたやつをちょっと読ませていただきます、うん、はい、ヤッピロンさんから来てますね。こんばんは。こんばんは。今夜はヘルメの鼻の下がなんとなく長くなっているように見えるのは気のせいでしょうか。でも意外と長い方だね。もともと、まあでもちょっと長くなってたかもね。はい、はい、で、お聞きしたいのはドイツのフランクフルター・アルゲマイネって読売新聞みたいなところですね。で、の、海外担当編集者にその日本の在フランクフルト総領事が、本社を訪れて、で1時間半にわたって記事について抗議したっていう、まあ、日本でもちょっと報じられてたんですけど、まあ、これってユリアネさんご存知でしたかっていう質問だったんですけど、うん、まあ、知らなかったということで、はい、で、ちなみに特派員の記事に外国の総領事がこんなストレートにプレッシャーかけるなんてあんまりないと思うんだけど、ドイツ的な常識としてはどうなんでしょうっていうので、まあ何があったのこれは。その、何を抗議したんだろう、俺知らないんだよね、これ。何について、あれどの時だったかな、まあ、その政府 の、うん、そのまあ、政策について、そのフランクフルト・アルゲマイネ の、 日本人が抗議したの、日本についての記事をフランクフルト・アルゲマイネが書いたの。ほう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 。で、その記事について、うん、どうフランクフルトにあるその日本領事、うん、要は日本 の、 その、まあ、外務省の機関の人が、フランクフルト・アルゲマイネにこんな記事出すなじゃないけど、その、まあ、抗議をしたっていうのが、まあ、記事の、で、まあ、これドイツの常識ではないんじゃないのっていう話で、そうで、まあそれは日本人が抗議した方、うん、そうそう、日本人が抗議した、ドイツのね、そう、ドイツの新聞社にその記事どうなんだみたいな、そうそうそう、ちょっとどんな記事だったか、なんかね、歴史問題について書いたらしいよ、うんうんうん、新聞社本社に乗り込み1時間半にあたって中国から賄賂もらってるだろうなどの侮辱的な抗議をしたというお話が話題となっております。それ笑っちゃいけないですね。でもなるほど、ね、なるほど、なるほど、はい、まあそういうことは、まあ、ドイツでは考えられないっていう話もしていました。なるほど、はい、で、それで、そうですね、あで、で僕の方からちょっと迷惑メールに行っちゃってすいませんっていうことを言ったんですが、それでは、来週の放送で、それに対して、来週の放送も楽しみにしています、うん、ということで、最近は真面目ワイルドな柴犬と風鈴哲学とヘルメとの距離感も安定してきててある意味安心して番組視聴してる感じですが、そこは放送20代鍵括弧ということで、うん、で今後も変化
やらかしを恐れずに自由に楽しくたゆたう会話と常識にとらわれないスリリングな放送を期待していますということで、たゆたうってどういう意味？あれ？なんかたゆたうあれじゃない？これさ、あの焼酎あんこうで出てくるよね、よくたゆたうっていうのだったら、ゆらゆらと揺れ動いて定まらない、気持ちが定まらずためらうだって。まあゆらゆらしてるってことじゃない、会話が定まんないで。確かにね、うん、なんかほら、お褒めいただいてるということで、はい、いろいろありがとうございます。でさらに来てる、はい、さらにもうヤッピロンさんから、はい、でたこ焼き食べたということで、あの僕大阪にあの住民投票のちょっと取材に行ってきたので、でもあのコードレスで行こうか見ましたということで、あの大阪のまた別の番組にちょっと出させてもらっていて、今ユリアーヌさんと一緒に出てきたんですが、で柴犬とユリアーヌさんがゲスト出演とか知らなかったからおおって感じ、これまで取材した住民投票とかの話、いろんな機会媒体にリリースできるのはやっぱ嬉しいよね。自分も柴犬が元気にトークしてるのを見てちょっと盛り上がってました。柴犬デモクラ機構でも本草でも調整役進行役に回ること多いし、もっと自分主役でジャーナリストとしての主張する場面が増えても良いかも、ということところで、でところで大阪の裏話とかあればぜひということで、ぜひ、はい、ありがとうございます。まあそうですね、ありがとうございます。まあぜひ、ちょっとこの話もね、また大阪の話も後でするので、させていただくんですけど、まあこんな形でですね、メールを送っていただけたら、あの僕らで、はい、読ませてもらって、もう今のところ 100% 読んでますね。そうだよ、間違いなく、ね、うん、はい、なので、送っていただけたら、何でもね、感想でも感想でもテーマでも送っていただけたらと思います。あとなんか、はい、ね、一応ね募集してるよね、20分考えるやつとか、考える20分、いきなり20分じゃなくて、とことん20分、とことん20分って忘れてるやん。ちょっとまとめていかないとね、はいはいはい、そうですね、そんなところも、はい、ありがとうございます、はい、入れていただいてということで、はい、今日は、お伝えしているようにですね、ゲストを、そう、今日ゲストが盛りだくさんというか、はい、まあね、2人、まあ、電話と、はい、生と、はい、お二人 お呼びしてるんですが、紹介します。八谷翔子ちゃんです。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。自己紹介をします。八谷翔子と言います。エイトビットニュースという いい感じです。柴犬こっちで持てばいいね。はい、あ、そう、俺が持てばいい、はいはい、8ビットニュースという市民メディアで市民が自ら発信するっていうコンセプトの、元 NHK アナウンサーだった堀潤さんの、市民メディアでちょっと仕事をしたり、あとは個人的にはアート活動とか、まあ、いろんな、やりたいことをやっている人間です、ね、この何、この伝書バトウイスキー脱走計画って、伝書バトウイスキー脱走計画っていうのは何だっけな、私が、まあ、ショートストーリーとかをたくさん書いている、プロジェクトで、インターネット上に存在しています。なんか、ブログ的な、なんかこう、まあ、記事があって、それを、まあ、ちょっとそういう、うん、それではない。ブログ的な記事で、あ、なんかこう記事になって、そう、ショートストーリー、例えば、例えば取材とかに行って、いろんなものを取材して、そこからその、まあ、ジャーナリズム的な枠には収まらないものとか、そういうのを、まあ、表現する場所みたいな、そういう場所として作ったのが伝書バトウイスキー脱走計画で、ちなみにこれを解説すると、伝書バトっていうのは情報っていう意味で、ウイスキーっていうのは、まあ、エネルギーっていう意味で、脱走っていうのはなんだっけな、まあ、自由っていう意味で、計画というのは、まあ、計画です、そういう計画ですっていう、つまり情報、まあ、その、まあ、情報を、まあ、まあなんかそれは個人で解釈してほしいんですけど、へえ、うん、すげえ、
まあ、でもこれの前身でやってたプロジェクトがあって、それはディスコ活字爆発事件っていうのが あるんですけど、ディスコ活字爆発事件っていうプロジェクトを、あの武部雄一郎っていうあのライターを志望している青年がいて、彼と一緒にあのやろうじゃないかと言って始めたんですけど、それはまあそのね、表現のプロジェクトですよね、簡単に言うと。その爆発するような表現をしようみたいな、活字が踊るような表現をしようみたいな。なるほど、いいね、面白い。そういうのもやってんの、ディスコ活字爆発事件出てきた。爆発事件、面白そう、読もうこれ。さすが仕事が早い、もう収録中にも変わらず。いいね、いいね、いいね。なるほど。そうでですね、まあ、八谷翔子ちゃんはですね、あの沖縄の与那国の住民投票の時にあったんだよね。そうそう、で、あの、でもめっちゃ若いっていうか同じ世代の、同い年、そうそう、同い年、28、で、あの、まあ、映像も撮るし文章も書くし、しかも質問とかがこうすげえ、なんだろう、穏やかっていうか、なんつうの、取材っぽくないっていうかさ、なんかほんと一人とその一人でこう向き合ってるような、なんかそういう質問をしてるのを見て、そしてまあ全体を把握するのを苦手とするっていうね。あ、その一人一人と向き合いすぎてみたいな、全体がみたいな、小説家タイプだから。あ、そうそうそう、でそれでもうすげえ衝撃受けて、でなんか僕がまあ同世代でめちゃくちゃ尊敬してるあのジャーナリストの人で、ちょっと今日あのお呼びしたいなと思って呼ばせていただきました。もういつもめっちゃ忙しいからね。そうそうそう、ありがとうございます。ありがとうございます、呼んでいただいて、はい、じゃあそんな感じで今日は3人で、ね、うん、今日はいいですね、はい、やらせていただきたいんですが、ネパールにの地震の後ね、そうですね、ネパールに4月25日に大地震があったんですけど、その地震があって割とすぐに、町のボスにあたる堀潤さんから、なんかネパールのネパールネパールっていう風に来て言ってこられたんだ。ネパールがネパールネパールって絶対嘘でしょ。なんかアジアでなんかあると堀さんはなんかそういうメッセージを送ってくる傾向があって、ネパールの時も堀さんのアンテナに引っかかるのがアジアでいくつか事件があって、私が一番最初に派遣されたのが、台湾の、サンフラワームーブメントって言って、太陽花学運って漢字で書くやつがあるんですけど、ひまわり学生運動、それにまず最初に行って、でその後は香港で学生運動があった時に、それは雨傘革命っていう、アンブレラレボリューションって言われていたやつがあって、その時も香港って言ってで私も結構好きだから、じゃあ行ってきますって言って、で今回ネパールって来て、来たか、ネパールも来たかと思って、ちょっとずつ遠くなってるよね。なんかそのうちなんか活動範囲がどんどんでももうなんかどっかで怒っちゃえば行かされるみたいな感じなの。なんか多分本当は本人が行きたいんだと思うんですけど、やはりだけど、まあ彼も忙しくて行けないから、じゃあ行ってこいっていう感じで、はい。なんかいろいろ聞いてもいいのこれは。あ、じゃあ質問してくれれば何でも、ネパールのことは答えます。あんまネパールのこと興味ないんだけど。ネパール。いや別に。いやいや、まあ、時間あるからね。なんかこうさっきアートみたいなことをやってたって言ってたから、なんかなんでこうジャーナリスト今なられてるのかなっていうところからお聞きしたいんだけど。そこからだと、今ジャーナリストのような仕事をしているのは、私はカリフォルニアのサンディエゴっていうところに住んでいたんですけど、そこでずっとアート活動をしていて、あ、それはいつ頃、ちっちゃい頃いや、19歳頃から26歳、7年近くカリフォルニアに住んでいて、でそれ、えっとですね、
そうで、まあ、カリフォルニアで周りにすごくアートの強いコミュニティに住んでたので、そこでアート、まあ、表現活動みたいなのを感化されて始めて、まあ、その延長線上で日本に帰ってきてからもやろうと思っていたんですけど、2011年に、あの311があって、でそういう時ってアーティストは普通反応するんですよね。普通っていうか普通反応するんだ。いや、なんか私の中の、まあ、偏見のね、偏見まみの常識で言えば、アートっていうのはある程度その現実とかリアリティを反映しながら表現するのがアートだから、うん、まあ、普通あれだけのことがあったらアーティストは表現するのが普通だろうと思ってたん で私はまあ普通のことをやっているつもりで、で日本に帰ってきて、そしたらやっぱりその社会運動っていうのも日本で脱原発運動とかいろいろあるから、そのアートとジャーナリストのそのバウンダリーみたいなのがだんだん近くになっていって、でまあアクシデントでなんか堀潤さんに会って、ちょっとジャーナリスト探してるからなんかやジャーナリストやらないみたいに言われて、あ、じゃあやりますみたいな。なるほど。でウェイトレスそれまでやってて、フリーターをやってて、だったんですけど、あ、ジャーナリストフルタイムでやれるんだったらその方がいいやと思って、っていう感じ ですね、はい。じゃあアートからその社会運動とかを、そう、なんていうか、そのアートの定義っていうのはすごく多分難しいものだと思うんですけど、で時代によって変わるじゃないですか、アートとかも、はい、時代背景が変わると変わっていって、で、まあ、今の311とかの流れでいくと、そのあの例えばアートとジャーナリズムとか政治とアートとか音楽と政治とかのバンダリがだんだん変化しているところだと思うんですけど、例えばご存知かわからないんですけど、例えばあのミュージシャンだった三宅裕平さんとかが、もう選挙もアートだとか言ってやっちゃったりとか、そのくらいの時代だから、まあ私もすごい嫌だけど頑張ろうと思って。いや嫌なの、疲れるじゃないですか。あえ、じゃあ、アートの方、社会運動とか。うん、あ、疲れるんだ、疲れてる、疲れてる情報量が多いし、あ、新聞読むのに苦手だしみたいな、疲れる。一番苦手なんだもんね、新聞読むのね。苦手ですね。まあでもね、みんな大抵ジャーナリストの方は読んでるんだろうから、別にね、そこを補わなくてもね。そうなんですよ、自分の角度で攻めていけば。そうなんですよ、面白そう。ね、アーティスティックなっていうか、こうだから映像とか、ね、音楽と一緒にこう、そうなんですよ、映像を作って結構、いやすごい綺麗で、あ、マジで、そうそうそう、それちょっと、ね、それじゃあ今早速見る、後であの休憩の時に。ああ、でも与那国島で作ったやつは、結構良かったよね。結構良かった、いやめっちゃ良くて、じゃあ、そうすごい、今見る、いやそれ今準備してないけど、まあちょっとあのそれは要件と、あとでそのネパールのやつだね。じゃあネパールの話をでもした方がいいんですよね。私はなんかオーディエンスの人が何を求めてるのか全く霧の状態なんで、そうですよね、分かんないんですけど、僕もあんまよく分かってないです。はい、送ってくださったらそれに合わせて。でも基本的にまあ僕らに話してくれたら、でも今なんか大体多分どんな方か分かってきたから、なんか聞きたいことがあればぜひあの下のね、この下の、はい、こうやってリアルタイムでなんかフィードが来るみたいな。そう、リアルタイムで、まあ、メール送って、あ、すごい、そうそう、もらったりとか、まあそう、ね、でもツイッターでやればいいんじゃない。あ、ツイッターもやってる。すみません。そう、あ、そう、でもね、やっぱもういろんなことをこう全部できないからね、まあ、基本的にメールで受けて言うっていう。メールの方が親密だからいいですよ、ツイッター、まあ、ツイッターでもそう、誰かスタッフがいたら確かにね。じゃあ、感じですけど、はい、ネパール、すみません、ネパールの話をじゃあ少しします、はい、なんか地震があったんだよね。地震がありました、大きな地震が、で
ネパールの首都のカトマンズっていうところがあるんですけど、そこにすごく割と近いところで、うん、マグニチュード 7.何とかぐらいのすごく大きな地震があって、うんうん、で今はだいたい8000人ぐらいの8000人以上の方が亡くなっていて、すごい足揺れた。あ、苦しいよ苦しいよ。そんな苦しいよ。多分アグラとは書いていいよ。アグラとは書いていいよ。うん、まあそれはあれやけど、うん、ですね。で今その私がネパールに入って、うん、あれぐらい深刻な災害の現場に行くのは初めてだったので、さすがの私のボスも多分ちょっと今回はいろいろ配慮して、うんうん、今まで香港とかは超野宿したりとかいろいろしてたんですけど、ネパールの時は状況が本当に情報も少なかったし分からなかったので、うんうんうん、ピースボート災害ボランティアセンターっていうのがあるんですけど、うん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 、そこの、まあ、災害ボランティアチームから2人派遣されていてネパールに、うんうん、でその2人と一緒に現地入りして、そこにまあ割と密着した形で、支援活動の現場の取材をするっていう形をとって、うんうんうん、取材をしました。でその2人に ついてというか一緒に、うん、まあ、ずっと回ってっていう感じ。そう、その通り、うんうんうん、それでどのくらい行ってたの向こうに。5月の3日から5月の10日までの、うんうん、だいたい1週間ぐらいの時間、うんうん、ネパールの現地に入って、うんうんうん、で彼らの支援活動の場に、まあ、ずっとぴったりくっついてやっていて、うん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 、ですね。でまあ、支援活動の現場にいたんで支援活動にフォーカスして取材をしたんですけど、真面目すぎるのかなまあいっか、うんうんうん、まあでも概要ね、そのどんな概要としては、そうそう、まず支援の現場だとちゃんと割とその段階的な支援のやり方っていうのがあって、その気持ちだけで助けに行くんだって言ってやるのは、うんうん、やっぱりその現実的にあまり効果的でないっていうのがあるので、うんうん、結構綿密なコーディネーションをまずやって、うん、何が必要かっていうの。例えばこの何 A っていう団体があって、うん、A から Z までこうたくさん団体があったら、それぞれみんなが自分のキャパシティを把握して、うんうんうん、このくらいの資金がある、食料がある人がいるとか、そういう自分の能力を把握したチームがたくさんネパール入りして、うんうんうん、でネパール政府とか国連とかとみんなとコーディネーションしながら、あそこに支援が行ってないから、お前はあそこに行け、お前はあそこに行けみたいな風に、あのチームはそこにとか、そうそう、それでそうすることで同じ地域に支援がかぶっちゃうことを避けたりとか、あとは本当にあのネパールの人しか知らないような地域とか、うん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 、そういうところに国際 NGO とか絶対行けないから、うん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 、そういうところに漏れが生じないようにそういうコーディネーションがネパールで今回されていて、うんうんうん、でちなみにそれはあのワンウィンドウポリシーって、一つの窓のポリシーっていうふうにあの呼ばれてるんですけど、うんうん、まあ、要は全員そこでコーディネーションして、うん、それで 各地でその情報のなんだ通り道を一つにして、うん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 、みんなで支援をするみたいなやり方を、その、まあ、情報がワンウィンドウってことだ、ここの窓から全部見えるっていうこと。なんだその拠点があって、カトマンズ市内にユナイテッドネーションズハウスっていう、うんうん、まあ、国連の本部みたいなのが市内にあって、うんうんうん、そこでクラスターミーティングっていう、まあ、ミーティングがあって、だいたい各分野に分かれてて、食料衛生、なんかシェルターとか、あとはどんなのがあったかな、あとはなんかセクシュアルバイオレンスを防ぐとか、結構いろんなのに分かれてて、で支援、国際支援をする人たちはあの勝手に支援に行かないで、そこでちゃんと情報をコーディネート、あの情報交換をして、まあ、要はその情報がみんなで共有される状態っていうのを作るためにそこは存在していて、うん、まあ、メーリングリストとかがあるわけ、うんうんうん、そこでそ、まあ、部会と、まあ、部会じゃないけどそのいや各部署に分かれてて、そこでまた
こう何をするかっていうのを、そう、うん、支援の方法はどうするかとか、うんうん、でそこでこういろいろ話し合って綿密に計画した後に現地に行って、うん、実際に村の状況とかを見て、うんうん、でそれからなんだ、うん、それから支援を実際するっていう、だんだん 3段階ぐらいに分かれている支援活動が、うん、なるほどなるほど。なんか印象的なこととかありましたか？印象、ネパールの印象的なことは、うん、なんだろうな、まず国の形が長方形のこと。そうなの？すごい長方形なんです、うん、すごい長方形すごいこういう綺麗なこういう横長の形、うん、もっと長方形、もっと長方形、ちょっと畳一畳みたいなあ、そう、畳の形に近いかもしれない。そこって国土が長方形の形を東西に長い長方形の形をしていて、あ、こんな一応ジグザグしてんだね。そう、ちょっとまあ端っこはよく見るとジグザグしてる。なるほど、こんな、はいはい、そう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 、そうです、まあそれ、はい、それで、うん、まあ、うんうん、こんなに分かりやすい形の国があるんだなと思って、うん、それ行かなくて分かるけどね。でまあ行って改めて思いました。思いました。行って改めて分かんないでしょ、形とか。なるほどね、うん、でそう、まあ、だけど、はいはい、まあ、長方形のものを見たらネパールの人たちのことを思い出してほしいなと思って、うんうんうん、分かりやすい、なるほど、ね、そういう覚え方を、なるほど、してほしいな、うん、でまあ、はい、あとはちょありがとう、あ、すいません、そう、今日は実はその大阪都構想 あの住民投票の実は日でもあってですね、知ってた知ってたと、ここに来て初めて知りました。ここに来て初めて知った。はい。そう、今日ですね、実はもう一人あのゲストが、うん、あの今井はじめさんって、うん、いや、まあ、あの大阪市にお住まいで、あの住民投票についてあの調べてらっしゃる、うん、今井さんに、今日電話で、あの、うん、電話で、おつなぎさせてもらうんですけど、あのちょっとすみません、あのネパールの話はまたちょっと後で、はい、あのさせてもらって、で都構想、うん、知ってました、知ってましたって、いや、なんかやってるなみたいな、やってるなっていう感じ、うん、あの読売新聞にですね、ちょっと分かりやすい対象表が出てたんですけど、あるかな、こっちか、よいしょ、東京新聞、朝日新聞、読売新聞、ちょっと撮ってもらっていいですか、はい、そう、今、まあ、住民投票があって、で、住民投票が今日投開票日で、うん、あの200万人、これ何をやってんの、あんまよく知らないんだよ ね大阪、まあ、橋本さんは、まあ、大阪都構想って言っていて、うん、で、まあ、今回その問われているのは、まあ、大阪都構想、大阪都にするために、まあ、まずはその大阪市を、なくして、まあ、解体して、で、大阪市を解体して、で5つの区にする、東京に近い、東京に近い、そうそうそう、大阪って今府だよね、大阪、大阪、そう、大阪府だけど大阪市の、今大阪市を、5つに分けて、で要は東京の区みたいに、あ、大阪市を区にするって話、そう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 、大阪府を区にする、府はなくならないんでしょ、市を区にするの、府はなくならない、で市を区にするの、そう、市を5 つ、まあ、5つに分けて区にする、で名前は大阪市になるの、その5つまとめて、だそれは大阪市っていう名前はなくなる、なくなって、で何になるの、大阪府、例えば東京都世田谷区でしょ、あ、大阪府何区っていう、そう、東区とか西区とか、で東京都八王子みたいな、そう、東京都八王子市ね、なるほどね、そうそうそう、あ、そういう東京っぽい感じするのね、そうそうそう、で大阪の、大阪の、まあ、大阪市の、で、あの広域行政、まあ、あの都市計画とか、その鉄道どうやって配置するとか、鉄道についてとか、そういったことは、都で決めるんだ、そういったことはその府で決める、府で決める、なるほどね、市がなくなるんだ、じゃあ、その市
市で 市がなくなって区になって、で区では要は今までやってたその福祉のこととか、あと、まあ、学校の行、学校のこととかそういったことを、まあ、分けてやるということで、はい、はい、なるほど。ということで、今井さんで、まあ、そういったことがですね今問われてて、ですごいねそれ、なんか面白そう、もうめちゃくちゃだ、要は今まで、あ、つながってる、はい、はい、うん、あ、もうつながってますか、あ、じゃあ今井さん、もしもし、今井です、あ、もしもし、今ね、開票速報進んでて、あ、はい、開票率78で5、賛成54万9000、反対54万4000で5000票差です。5000票差、5000票差、はい、で今どっちなんですか、賛成、賛成が54万9000、反対が54万4000、ああ賛成が一応、賛成派がちょっと上回ってるんですね、開票率78です、先から、大体5000から7000ぐらいの差をずっとこう繰り返しながら、はい、賛成派が、賛成派がリードしてる、最初は反対派が勝ってました、あ、はい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 、なるほど、すごいな、あの多分あと5、6分で結果出ると思う、あ、はい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 、すごい、出口調査の結果では、本日の出口調査では賛成派が各社ともリードしてたんですが、はいはいはい、これまでの期日前投票では反対派の方が多かったんですね、あ、はいはい、だからどうなるのか、ほんま開けてみないとわからない状態だったんですが、案の定ほぼ同数です、先から、わ、すごい、あの、はい、ポイントで言うたら1ポイントも差がない、 0.5 ポイントです、はい、0.5 ポイント、これ なんでそんなに割れちゃってるんですか、ちょっと全然分かってないんですけど、え、なんで、何なんでこんなに割れちゃってるんですか、接戦になって、割れちゃってる、票が賛成と反対がこんなに 50%50% ぐらいになってるのはなんでですか、なんでってのはそれぐらいやっぱり賛成と反対がこの間60日間 その運動期間中にも総力を上げたということですね、例えば一番分かりやすいのは、はい、自民党と共産党っていつ もうお互いボロクソ言いやってるでしょ、うん、自民党と共産党、それがですね、うん、今、はい、今回の自民党では自民党と共産党がタッグを組んで、それで、うん、共産党の宣伝下の上に自民党の国会議員が上って、自民党の宣伝下の上に共産党が上って、お互いが、はい、うんうん、橋本市長が進める都構想は打破しましょうと、皆さん簡単に投票してくださいと、はい、長い歴史の中で共産党と自民党はそこまでタッグを組んでやるなんてことはもうなかったということで、うん、それぐらいのことが起きてるということですよね、うんうん、で一方橋本さんの方はこれ負けたらもう政治家辞めると、市長を辞めたら何かしないと、維新の会の代表も辞めるし政治家も辞めるというふうに言ってて、はい、まあ、お互いも視力を尽くしてやってきた結果がこれだということです、うん、はいはいはい、なるほど、僕も昨日まで、はい、大阪にいたんですが、はい、今回 その、まあ、住民投票はその選挙と違って、うん、今日も、運動ができるんですよね、そうです、今日もみんなやってました、はい、ギリギリまで、それで住民投票と選挙の決定的な違いは、はい、選挙は町内会の会長を選ぶときも学級委員を選ぶときも議員を選ぶときも市長を選ぶときもある人を選ぶんですけども、人を選ぶ、はい、住民投票と国民投票っていうのは事柄を自分で決定するんですね、はいはい、だから選挙は自分に代わって事柄を決める人を選ぶのが選挙なんです、うんうんうん、自分に代わって事柄を選ぶ 市長議員を選ぶのが選挙なんだけども、はい、ちょっと待ってね、あ、決定した、日賛成が勝った、橋本さんが分かったってこと、57万1000対56万5000、当確、当確、橋本さんが維新、はい、あ、反対多数確保、現在でこの57万1000で賛成がリードしてるけども、なぜか知らないけど NHK は反対多数と今当確出ました、反対多数で当確出した、メディアによって違うってことですか、当確出したら、だから分からへんね、 NHK は出口調査で、NHK は賛成がリードしてるのに、多分開票所で相関協会なんかで見てんねん、担当官が、はいはいはい、だからその相関協で見て、多分
幅の方が多いと思ったよ。もうそれ、はいはい、すごいよ。開票率 81% で NHK は反対派閣僚に行きました。今ど実態としては今分かんない、でも決定、まあ、決定反対派の勝ちです、うんうん、その確定を出したっていうことは、はい、反対派の勝ち、それも決定してないと絶対当確出さないから。千葉県、はいはい、これ12時まで番組やってるやろ。はい、あ、一旦ちょっと切らして。というのはね、あの結果が出たら共同通信とか俺さまざまなところにコメント出さなくて、はい、分かりました。電話かかってくるんで、だから、はい、もし後であの余裕があったらまた俺に電話ください。はい、どうもありがとうございます。現地から反対が今勝ったということだけお伝えします。はい、ありがとうございます、はい、どうもありがとうございます、はい、すごいありがとうございます。すごいなありがとうございます。で、ね、反対勝ったの、はい、反対派勝ったそうです。反対ってことはじゃ あの今まで通りってこと、やらないってこと、はい、あの都構、大阪市を分割しないっていうことになりました、ね、でじゃあ橋本さん何政治家辞めるの。政治家辞める、あのその通り、要は公約通りだったら、まあ、大阪市長次の満期まで出た、やったらもう次は出ないっていうことを言ってました。まあそれで参議院に出るんじゃないかっていう話もちょっとされてるんですが、まあそれもないということを言っているので。なるほど、うんうんうん、なるほど。あー、どうなるこの後。すごい接戦、うんうんうん、あ、すごい接戦。あ、今今でも映してもらって開票でも反対多数確実って出てるね。はいはいはい、多分出口調査、ね、まあ、出口調査とあれ NHK のやつ、はい、数的には、あ、今これテレビ見てます、すいません、はいはい、あの数的には賛成が勝ってんだ今ですね、まあ、賛成が、これ NHK ですよね。賛成が574,540票、反対が573,141票ですね、はい、で賛成が決定しているのでは勝ってますけど、まあ、反対派で確定出てるのは、まあ、多分その投票所の様子だとかを、あ、そうですね、あの見て、あのそれで、当確出してるんだと思いますけどね。与那国の時もね、あの外から見て、あの賛成反対分けて、あのやっているのが見えるので、そういう形でも、あの分かるんですけど、うん、うんうん、なるほどなるほど、双眼鏡とか、うん、これ、はい、すごいな、なんで割れてんのこんなに。そのなんで割れてるのかっていうのは、そのどっちの意見も結局あの説得力があったというか、市民に、あの市民にはあの受け入れられるものだった。なるほど。それがその拮抗していたっていうのが、まあ、分かれた理由、その両派の意見が同じくらいその市民に浸透していったっていう。そうですね。ああ、歴史ある126年の歴史あるって、大阪市がなくなってしまうんだ、まあ、なくなる場合は。そう、まあ、大阪市っていう名前がもうなくなって、なくなる、ね、でも東京も実はその東京市だったんだよね。へえ。東京市で東京市をまあ解体して、あの区を設置した。いつ頃だろうな、東京都。なるほどね。で、なんだこれ、橋本さん側は納税者を舐めた役所議会団体は潰されるということを示したい、きれいさっぱり全部壊して新しい大阪の政府を作っていくって言ってるの、うんうん、まあ、そのお、橋本さんは要はあの役所、市役所っていう組織をもう解体して、でそこで、そこでやってた仕事を、まあ、区やに下ろしたりとか、あと府に預けることによって、今まで、まあ、まあ、その今までのその、特権っていう、まあ、そうですね、それを抜いた、抜いた、はいはい、うんうんうん、3000票抜いた。あ、そうですね、今反対派がまたリードし始めましたけど、そうですね、でそういうことを訴えていたんですが、いやー、でも本当に、まあ、賛成派もすごく盛り上がっていて、で、まあ、橋本さんは毎日3回あの町に出て行って、であの、住民投票で賛成になったらどうなるかっていうことをこう、うん、市民に話していって、でそれで、まあ、最初はあの藤原竜也に似てるね
あ、少し似てる、ね、うん、そう言われると。いやそうだね、なるほどね。いやすごい、なんかね、演説ツアーみたいなのしてたんです。そう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 、で、あの分かりやすい、まあ、パネルを出して、で、まあ、プレゼンしたわけね。そう、市民にプレゼンして、で、ね、まあ、最初はあの、まあ、反対派、賛成派は負けるんじゃないかっていうことを言われてたんだけど、まあ、あの1万票が増えた、うんうんうん、だけど、まあ、賛成派が、あで、賛成派が盛り返してきて、で、まあ、最後また反対派が多くなるような、そういう、こう本当に接戦で。うん、これはさ、例えば選挙だったら、うん、だいたいその票田とかがある、うん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 、あるじゃないですか。その、はいはい、例えば、土地によっても違うけど、うん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 、すごく分かりやすかったら、うんうん、例えばなら、まあ、最近の例で言うと、例えば LGBT のさ、うんうん、分かりやすいので言うとね、うんうん、LGBT の人たちは LGBT の権利を、うん、結婚させてあげるとか言うと、うんうんうん、票を入れてくれるとか、うんうんうん、子育てしてくれる、してる人たちの世代は、うん、そういうのいいこと言うと入れてくれるとかあるじゃん。うんうんうん、大阪のその選挙のデモグラフィックっていうか、うん、そういうのあるじゃん、うん、そういうさ、今までの選挙をやってきた中での政治環境、うん、政治環境大阪にはあるとあるけど、それと今回の住民投票はその選挙のなんていうか情勢はあんまり反映されなくて、まっさらから始まったっていうわけではないよね。まあ、そうですね、あの、まあ、基本的にちょっと、まあ、地理的なところはあれだけど、その基本的には、まあ、維新の党の人たちが一番、うん、まあ、90% 以上賛成、うん、で自民党で白だもんね、そう、うん、まあ、維新の党がやろうとしてることだから、うん、で自民党の中の、まあ、大体 40% ぐらい、自民党の人たちもやはりちょっと賛成、うん、要はあの維新の党がやろうとしてるのは割とマッチョなっていうか、こうあのなんだろう、まあ福祉とかよりもあの経済を自由にさせて、うん、で特区を作るってこと、特区を作る、そうそうそう、で特区を作って、であと、まあ、カジノで、うん、を作ったりとか、まあ、そういう政策だから、まあ、自民党とかにも受けがいい、だから維新の票とあと自民党の、まあ、半分ぐらい、うん、であと民主党も、まあ、20% ぐらいかな、うん、の人たちと、まあ、そういう、なんだろう、今回のその住民投票でいうと、相田さん、攻め返した維新の人たちが、うん、まあ、維新とあと、まあ、自民の人たち、うん、でだ、その自民の中でも結局自民党の、市議団とかその人たちはあの、うん、反対に投じてくださいって言ってたんだけど、うん、結局あの割れた、うん、要は有権者の人たちの中では、うん、その 40% の人たちは賛成に、うん、維新の賛成に入れているわけ、うんうんうん、もともと自民党の、うん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 、支持者だった人たちもその賛成に入れてる、うん、なるほどね。であと、まあ、まあ基本的にそのそうだね、まあ共産党の人たちっていうのは、まあ、要は 弱者じゃないけど、社会的弱者じゃないけど、そういう人たちが多いから、まあ、福祉とか教育とかソフト面っていうか、うん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 、そういうところに推してるから、要はそういう地域はやっぱり維新は反対だし、そうだね、そういう状況かな、うん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 、そうですね、今 NHK では会見をやってますけれども、なるほど、いろんな特区がある、けど、経済特区、ホワイトカラーエグゼンプションとか、そういう系、そういう、まあ、のを作るっていう話も、労働規約をどんどん緩くする系、まあ、その話をその都構想で新聞読めばいいんだよね、うん、あの言っては多分ないんだけど、うん、要はその橋本さんのやろうとしてるその維新の会としての方向性としてはやっぱりそっちの方、うんうん、でそれがやっぱりこう
透けて見えるじゃないけれども、うん、あのマッチョ系、うん、財源はきちんと残しますよってその、橋本さんは言っていた、うん、でそれも書いてあるんだけど、うん、きちんと残しますって。でもあの協定書そのじゃあどう変わりますかっていうところではあの財源はその各区であの賄ってくださいっていうことが書いてあるわけ。つまりその守るっていうんだけど結局その財源は区でやらなきゃいけなくて、で区っていうのはその財源が要は今までの市みたいに一括でやってないから、うん、その区で要は得た財源の中で生活保護とか福祉とかもやらないといけないから、結局その減らしませんよって言ったけれども、あのでその財源はどこから確保されるのか、今まで通りにはいかなくなるんだから、うん、それはどうなるのかっていうところもあの議論されてた。あ、まあ、それはどうなるかどうかっていうのはまたね、あの、うん、本当それこそ先のことを どっちがいいのかっていうわからないけれども、その選ばなきゃ選ぶことになっていたので、うんうんうん、そうですね、今開票率は 98% でもう賛成勝ってるけど、まあ、反対がグッていくんだろうね、うんうんうん、まあでも、はい、まあここでまあ勝ったからといって、うんうんうん、同じぐらい逆がいるんならね、まあ、うんうんうん、まあなんか今までの見直すってことはしてほしいよね。そうですね、うん、だからそのこのあと何が起こるのかっていうのがまたちょっと結局自民党の中でその自民党は、都構想に反対です、特別区設置に反対ですって言ってるんだけど、その中で自民党の人たちがあの、自民党の人たちが賛成に入れてるっていうことは、その次の選挙で維新の党がもっと大きくなる可能性があるよね、うん、そういったことがこう今度要はもっとその維新都構想特別区設置にはならなかったけれども、その維新の党のやりたいことは、まあ、その議員が増えることによってあのもっとやりやすくなることは考えられるよね、うんうん、だそういうふうにこう要は今ま住民投票があってあの特別区設置なりませんでした、だから何も変わりませんじゃなくて、多分これからそのどういう選挙の結果とか、うん、そういうのがこう変わってくる、うんうん、うーん、でまあ何か安倍首相はあの都構想に賛成だったみたいな話というか、二重行政は解消すべきみたいなことをあの言ったっていうので、うん、それが、まあ、安倍さんは、橋本さんを応援しているというかで、そういう話が出たんですけど、でも別にその安倍さんはあの、自民党の総裁 であの、まあ、絶対維新が絶対都構想が勝つんだったらそれにちょっと乗っかるっていうことは、まあ言われてはいたというか、そういう噂もあった、噂レベルですけど噂もあったんですが、全然そんなことはなくて、あの安倍さんはちゃんと反対だっていうことを言って、であと菅官房長官もあの維新側というか橋本さんのその都構想が重要なんじゃ、いいんじゃないのっていうコメントはしたけれども、あの公式なコメントとしてはもうあの反対ですっていうことを言ってる。でつまりその自民党は今回は一枚岩ですよっていうのをその、大阪の、 その市と府の議員との人たちと、まあ、一枚岩にしたっていうのがその今回の、まあ、安倍さんの話ではある、うんうん、そういう話も実際出てましたね。安倍さんは、うん、安倍さん自民党は反対だけど安倍さんは賛成っていう謎の、うんうん、そのまあ維新と、まあ、憲法改正についてあの、うん、うまく要は協力を仰ぐ代わりに、要は安倍さんとしては維新とあの憲法改正の時に協力してね、その代わりにあの都構想は応援するよみたいな、そういうバーターとしてこう使えるっていう、で使っているんじゃないかっていう話ではあったけれども、
じゃあ安倍さんがある意味となんか突っ走ったってこと？自民党の中でも、うん、その憲法を改正したいから、うん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 、あその橋本さんにね、うんうんうん、だけど自民党組織としては、うんうん、冗談じゃないって、そんなに乗り切れはなかったってこと？そう、もう地元の自民党の人たちはもう、うん、呆然とというかもうショックを受けて、あショッキングだったな、うんうん、だ自分たちは要は、まあ、選挙の話すると結局、うん、あの要は市がなくなるので、うん、あの、まあ、今まで通り選挙もできないし力もなく、うん、区議会議員と市議会議員では全然その権限も違うし、しかも選挙区も変わったりするし、うん、もうそしたら、ね、もう議員としては、まあ、それはちょっと選挙的なあの、うん、問題点だけど、まあ、選挙業界的にはまた一から出直し的なね、うん、でそんなことはもう再編成だ、再編されてしまって、しかも受かっても権限が減らされてしまうっていうかなり重大な事件が、いいことがない、うんうんうん、でそれで安倍さんの発言でびっくりしていたけれども、うん、実際にはこれどうなんですかって安倍さんで、その要は、大阪のその青年部長があの聞きに、あ大阪のじゃない、自民党の青年部長が聞きに行って、どうなんですか実際のところっていうので、あそしたら私は反対ですっていうことを言ったっていうので、大阪の、自民党の議員の人たちはその安堵したっていう、まあ、そういう話があるんですか。まあヘルメが飽きてるところで、うん、なんか別にいやでもこれ、いやこの住民投票はやっぱりその今までの選挙と違って、その大阪の中でもいつもといつも以上に盛り上がってるっていうことも言っていて、結局決定権が投票率は、うん、何パーセントって言ったんだ、 60%、 あすごい、ね、66.83、 すごい高い、うんうん、まあ普段より60、まだ沖縄には負けますけどね、うん、沖縄ね沖縄85とかね、うん、うんうん、でも今回前回統一地方選挙で北海道の端っこの方の村で 90% 言ってたよ、うん、90%、 いや見てない、なんとか町っていうところで、なんか無投票みたいなのがずっと何十年も続いてて、うんうんうん、だけどついに投票できるみたいになって誰かが出たから、うんうんうん、そしたら 90% ぐらいだったんだって。すげえ、すごいよ、ね、90もすごいよね。なんかきっとでも田舎だと絶対楽しいよね、うんうん、投票とかね、うんうん、それかいがみ合いがあるかみたいな、イベントやることないみたいな、こう楽しいでしょ、イベントとしてね楽しいでしょ、うん、多分いやでも小さいとやっぱこうね、いがみ合いというか、うん、結局その票の、うん、あの票誰どっち入れるのかみたいなのが結構、うん、あの問題になるみたいな話は聞くけどね、逆に。あもうそれ、うん、与那国島が典型でしょ。与那国島、うんうんうん、ね、うんうんうん、与那国島の話した？でもここ与那国島の話した、本当で明日だ、うん、ここで、うん、そうすごかったねすごかったね、本当にもうやっぱ、まあ、決定権を持つっていうことよりもこうなんか、ね、議会選挙でダメだってなんかこう いろんな手段の中の一つっていうか、こう最終決定のなんか手段っていうなんか認識じゃなかったのかなっていうのはちょっと思ったりしたけど、最終決定の手段っていうか、要はその住民投票で決着をつけようみたいな、なんか基地建設したい方は思ってたけど、こう反対派の方はこうなんか負けても、うん、あの私たちはじゃあ、電波の電磁波の問題で、うん、あの反対運動を続けますっていう、まあ別に僕はあのそれをどうこう、まあ、引くわけにはいかないと、その彼らのあの運動を別にどうこう言うわけではなくて、うん、ただその住民投票の結果はあまりこう彼ら反対派の人たちにとってはこう、まあ、苦しい
ところであるけど そこを尊重するじゃないけどそういう気持ちというかは難しいなと思って、うん、で決まったからこうしろっていうのはさ全然そういうことそういうふうには思わないというかでもそのじゃあどうやって決めたらいいのかっていうのはなかなか難しいなみたいな。ヘルメさんは今何考えてるんですか？いやもう、いやなんかなんだろう、なんかあんまりなんか吐きそうみたいな。気持ち悪いの？うん、気持ち悪い。何気持ち悪いんだろう。政治が？いやなんか今この状況もだし、なんかあんまり。うん。柴犬の説明が下手だからだ。いやなんかど、なんかあんまどうでもいい、いやどうでもいいんだよあんまり俺たちなんか。その大阪のその。国になるのかそれとも死のままなのかっていうことが、いや国になる、いやなんかその、分かんない、なんか、今の話全体がっていうこと、いやなんかというよりなんか、なんかなんだろうね、なんかね、いやなんか、なんかこう、こうなんかなんか、いやなんつうんだろう、こういやなんかさ、よくわかんないんだよねその、なんかこうなんつうんだろうな、まあでもそっか、なんか、いやなんか割とあれかも、なんか何したいのとかに興味あるかも俺、柴犬とかが何をしたいのでって話なんだよね俺にとっては。なんかいやその起きてることをさ、なんか自分が集められる範囲で集めたのを整理してシャッて喋って、なんかで、なんかでっていう、なんかで一生懸命何したいんだろうっていう、何したいのっていう。僕は、いや住民投票をすることによって、その大阪市の今の現状ってこういうことなんだっていうのを考えたり、でじゃあ大阪市、じゃあこれから自分が住んでいくにあたってどうしていったらいいんだろう、大阪を5つに分けた方がいいのか、それとも今までのままの方がいいのか、どっちか考える、でそれで投票するっていう中で、その自分と、要は町とか自分と政治とかがその一つになっていく、一つになるというか、それがその、それを考えていくっていう、これがすごく僕はドラマだなと思っていて、でこのドラマを僕は、大阪の事例を他の人にこう伝えたいとか。でどういうドラマするの？だその今まで一つになっていく誰が？その大阪市の例えば、じゃあ例えば誰がいいかな、そのじゃあ話を聞かせてもらった、その若い男の人がいて、でその人は、住民投票があるっていうので、テレビだとか新聞だとかネットとかで、住民投票によって、住民投票、特別区を設置することによってどんな風になるのかっていうのをその彼は考えたんだって、で彼は賛成に入れると決めた。でそれで、変わってほしい、大阪今までの大阪じゃなくてもっとよりよくその空になることによって変化させたいっていう気持ちがある、でそれで、協定書っていうのが、特別区設置することによって、どうなりますよっていうのが書いてあるのとかも読んで、でその投票に、行く、昨日だったから、一昨日だったから行ったかどうか分かんないけど投票に行くっていう話をしてたのね、なるほど、だそういうことがその実際に
住民投票することによってその一人の人間と政治と、まあ、将来がつながっていくっていうのが僕はドラマだなと思うんだよね、うんうんうん、でそれがいっぱい集まってるのが僕はこの数字今向こう側にテレビ映ってますけど、うん、この数字なんじゃないかなっていうのを思っているんだよね。まあ本当に僕も結局4日間しかいられなかったから本当にもう上辺じゃないけれども僕が知った範囲で今回話させてもらってるっていう感じかな。それで何か何が分かったの何が分かったのか、うん、その住民投票は僕はやっぱり一人一人がその考えるきっかけになる、その政治とかその死のこととかあと自分の要は未来とか。それはさ、考えてる人に聞きに行ったからでしょ。考えてる人に、あ、まあそれこそ、それそうなんなかった人いないの。そんなかった人もいると思うよ、もちろん。じゃあそのやっぱりの結論おかしくね。でも今まで考えてなかったっていう人が住民投票によって考えた。なんでそれは。で、今までその住民投票なんで、うん、その住民投票があるからその都構想について考えたんだって、うん、それなんでの説明になってなくない。それなんでなの。だってそうじゃない人もいいんでしょ。そうなった人もいいんでしょ。で、もともとそうなってる人もいいんでしょ。新しくそうなった人は何が違うの、そうなってない人と。そこに興味があるんじゃないの。分かんないけど。何質問は、質問が分からない。複雑になってちょっと分からなくなった。本当。うん。その住民投票によってその政治に新しいクラスターが組み込まれていくことについてみたいな。うんうんうん。なんか。住民投票と普通の選挙の投票の違いはさっきも初めに言ってたけど、うん、その自分たち の声の代理人を議会に送り出すんじゃなくて、例えばこの市を象徴する建物があるけどこれを壊しますか、それともテーマパークにしますか、それとも直しますかみたいな、うん、割とその市の中でそのここに住んでる人たちのアイデンティティとか暮らしの中に存在しているものに対して直接投票してそれをどうしようこうしようってできるのが住民投票であると私は思っているんですが、だからその影響の与え方が違うっていうか直接民主主義で、それに興味を持ってるんでしょ要は。そのなんか要は全部直接やればいいじゃんって思ってるんでしょ。いや、まあそれは、うん、まあでも要は活用されるべき、うん、でも、うん、そうそうそう、その、うんうん、民主主義の中でいろんな手段がある中で住民投票熱いと思ってるってことでしょ、うんうん、多分そうなんですよ、うん、まさにそうなんだけど多分ヘルメは納得してない、うん、なぜ熱いのかってこと。いやいや、何をしたい、何に興味あるの、何を知りたいんだろうっていう、なんか何したいんだろうっていうのやったところで、僕は住民投票やりたい。あ、住民投票やりたいの。やりたい。あ、やりたい側なの。ジャーナリストじゃなくね、それ職業。やりたい側なの。うん、やりたいよ。それさ、そっち行けよ、まっすぐ。え、ジャーナリストやりたい側の人なの。ジャーナリストやる側ってことでしょ。だってやりたいってことは、その客観的に見て、うん、なんか情報を伝わってないところに伝えるとか、そのやってない人、やりたい人、両方の意見とかをちゃんとこう公表に伝えるとか、その情報における公平性、発信における情報発信における公平性みたいなものを、この世界のそういうものを変えていきたいとかじゃなくて、住民投票やりたいんでしょ。いや、まあ住民投票やりたいんだけど、うん、でも住民投票って何って、じゃあそっち行くの。いや、僕は住民投票やりたいんじゃない。住民投票哲学するみたいな。住民投票哲学するみたいになってるけど、いや、俺はだから、その原発都民投票、その原発事故の後に東京都民で原発使うか使わないかっていうのを住民投票で決めましょうっていうことをやってた。住民投票やりたかったの。もう自分たちで決めたい、うん、決めたいって思って。あ、やってたもんね、それは。そう、それでやってて、うん、で
やりたいやりたいやりたい、でも住民投票って何みたいな、どうやって決めんの、誰がどういうふうに運動するの、どうやって、うん、どうやって投票するの、投票権は選挙権は投票権はっていうことで、あ、じゃあいや知りたい、あ、そっち、うん、なるほどね。いや、うんうん、なんかいつもさ住民投票でさ、うん、なんか勝った負けたみたいので落ち込んだりさ、うん、なんかさ、うん、なんかドラマだとか言ってるけどさなんかそれ今言ってんのってさ、なんで住民投票ができたんだろうってところに興味持ってるって話してない？そう、まあそうだね、そこの情報毎回入ってこないんだよね、なんか、うんうんうん、なんか勝った負けたとか、勝った方はこういう気持ちでこういうドラマがあった、いやそれ柴犬興味あるのそこじゃなくて、なんで住民投票ができたかでしょ、自分がやりたいから、うん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 、ストレートにいけよって言ってんの俺は。なるほどね、暑さが来ねえから、ね、ぬるいから、なるほどね。いやー、この話すると、いや、あの、なるほどね、今回のその住民投票っていうのは、あの今までのその、まあ、日本でやってたその所沢市の住民投票とか、うん、あの与那国の住民投票とは全く違うんです。ドン、何が違う、どんな発見だった、どんな発見だぞ、そこは発見、どんな発見もしたのそれは。発見というか、これはその、うん、大都市法っていう、まあ要は橋本さんたちはずっとあの大阪都構想、大阪都を作るためにあのずっと、まあ、頑張ってきたわけよ、うん、でまあでも大阪市だけがやりたいやりたいって言ってもできない、そんな法律はないので、うん、あのじゃあ、大都市を作る、その東京みたいにその都市を作る、法律を作る必要があるの、うん、でそれで、まあ、あの法律を作る大都市法っていうのを作って、でそれによって要はでそこで委員、まずはじゃあ市で委員会を作ってください、で府で委員会を作ってください、うん、でその両方で、OK が出れば、あのじゃあ住民投票をして、でそれで、うん、それでも OK が出れば、都構想、要は特別区を設置してもいいですよっていう、そういう住民投票なのね、うん、つまり、うん、これはその市民が署名とか集めたり、市長があのこれは重要な問題ですよねっていうふうに言って作る条例による、そういう住民投票条例っていうのを作ってやる住民投票じゃなくて、あの法律で、そう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 、行政の手続きの中の一つとして、じゃあ委員会まず OK 出ました、うん、市の委員会 OK、 府の委員会も OK、 じゃあ最後住民投票やりますよ、これが OK だったら行政の手続きとして区になりますよっていう、そういうあの住民投票だったのね。なるほどね。だそういう、うん、その今回はその特別性、特別なその住民投票だった。だから今回は1票でも多い方が、あの1票でも多い方が要は決まる、一票でも多い方に決まる。だあと例えばなんだ、まあ基本的に住民投票っていうのは、あの住民投票っていうのはあのやるけれども、最終的な決定権は議会だったり市長があの持ってたりするのね、うん、でも今回の住民投票はその法律に基づくものだから、あの法的拘束力があるって言うんだけど、うん、あの一票でも多い方が勝つ。でこれはその今その僕らがの世代で多分必ず行われるであろう、その憲法改正、うん、憲法を変えるかどうかの国民投票も同じシステム、一、うん、票でも多い方の意見にその議会も私たちもその従わなければいけない、うん、そういう制度のものが今その大阪で行われたっていうのが、まあそのまあ、今回 の、 その住民投票の特別なところ、うん、そのごめん、住民投票の出所が違う
ことで法的拘束力があるかないかが違うっていうこと。そうそうそう。与那国はなかったじゃん。与那国はなかった、うん、成功させる会が署名集めてやって、うんうんで拘束力がないが、うんうん、拘束力がない。で今回は出どころが維新の会、維新の会で、維新の会をが中心に国会に大都市法っていうのをかけて、うん、で大都市法っていう法律ができて、うん、でその法律の中にはそのまず委員会を設置してください、委員会で過半数の OK を取ってください、うん、そしたら住民投票をやってください、うん、で住民投票で OK が出たら特別区設置していいですよ、うん、でその計画っていうのがその協定書っていうので、うん、その協定書っていうのもこんな分厚くて、うんうん、で、まあ、この権限に対しては区が持ちます、この権限に対しては都が府が持ちますとか、そういうのとかにがもう多岐にわたるのがあるんだけど、うん、それでも投票が絶対なんだ。そう、それで投票が絶対だ。で憲法も同じ風に変わるから、うん、まあ、ある意味、うんうんうん、熱いっていうか予行練習でもあるし、はい、そう、まあ、言われてるのはね、その予行練習って言われてるのは、うん、まあ、そういう面もある、うん、そのそれこそ、まあ、だから安倍さんはやりたかったのかもね。うん、まあそれもあるかもしれない、うん、その 前哨戦じゃないけれども、うん、どういうふうに、まあ、キャンペーンを打ってそので、うん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 、そうね、214万人っていう、まあ、有権者で日本で 最大級、まあ、最大じゃないんだけど、うん、最大級の住民投票が行われているところですね。なるほど、はい、まあ経緯で言うとその僕の、まあ、興味があるところで言うとそういうところ、うん、うんうんうん、そうなんですよ。これ面白いとか言ったら面白いとか言って僕はなんかすごい好きなんだけど、そうそう、そうだね、勝った負けたの話って実はやっぱり僕としてはそう、さすがヘルメだなって思うのはその僕としてはやっぱどっちが勝ってもその前とその後にドラマがあると思っていて、要は住民投票をきっかけにあの市民が情報を取りに行って、でそれが次の政治に生かされていく、そこがやっぱドラマだと思っているので、まあ、今回の勝った負けたっていうのもあのもちろんあの興味の一つではあるけれども、それは本当の、まあ、僕の興味の中の本当にすごく一部でしかないっていうのが、うん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 、そこに気づいた、うん、いや、まあ、気づいたっていうか、まあ、気づいたっていうか、あ、いや住民投票やりたいんだみたいな、やりたいよ、 やれよじゃあっていう話だね、俺たち やっていいのやっていいでしょやっていいで、やれないからいやなんかいろいろやってんでしょ。いや、やれないからやってるわけじゃなくて、やるためにやってるの。あ、やるために、うん、だから今すぐやれないからやるためにやってんでしょ。そうね、まあ事例を集めて、うん、で、まあ、どんな住民投票がいいの か今回で言ったら、まあ、あの討論、その市民向けのその討論が行われてない、直接討論が行われて、まあテレビではやってたんだけど、市民向けで橋本さんがキャンセルすることもあれば、また自民党側がキャンセルすることもあって、うん、で、まあ、結局成り立たなかったんだけど、まあそういうことで、要はじゃあ住民投票をそのやるっていう時にあのいや、そのどういうことができるのかっていうのは考える、ね、いや、いいじゃん、そういうさ、だからストーリー、いや、ストーリーっていうか、まあなんていうの、いや、うんうん、まあだからいいんだけど、うん、なるほどね、うんうん、いやなんか、うん、だから、まあ、仕分けの中でだから理想の住民投票らしいものがあるんでしょ、多分あるね、やっぱで、まだなんかそれに見合うものがなかなか出てこないんでしょ、まあ部分的に見合ってたり、ね、部分的に見合ってなかったりする場合はあるんでしょ、うんうん、まあスコットランドのね住民投票なんかは本当に僕はいいなって思うんだけど、まあ、それは直接討論もそうだし、うんうんうん、あのまあ、補助金についてもそうだし、うんまあ、そんなこともある、うん、か討論会がさキャンセルされるのはさ、うんうん、ありえないよね、うんうん、ありえない。日本ではさよくキャンセルするけどさ、あれアメリカとかでやったらもうもうなんか民主主義破綻してるでしょこれでみたいなね。いや本当だよね、なんか、うん、そのさ出たら不利になる、例えば橋本さんとやり合ったら自民党側はその不利になるから出ないっていう、うん、出ないっていう選択するっていう、もうそんな
ダメだよ、ね、考えられないよね考えられないよねってやっぱでね、勝つことがさ彼ら目的だって、うん、それに見合わないっていうのはそうかもしれない。その時点でなんかちょっとあ、ね、やり合うそれだけのその理由と、うん、その要はそれだけの根拠はないんだっていうその演説の仕方じゃなくてね、うん、で、まあ、橋本さん側も橋本さん側で今辞めたらあの今辞めたら今出るよりもその出ない方がいいんじゃないかっていう戦略とかもあるし、そうそう、あとね、討論の仕方がとかそういう話が出てたんですが、メールが届いています。ありがとうございます。あ、でも読まない方がいい、名前はちょっと、デモクラネームじゃなくて本装ネームがないので、ね、じゃあこれ読んでもらっていいですか。ネパール帰りのかわゆいワンピースしょうこちゃん見れてよかった。かわゆい、あやった、かわゆい、ありがとうございます。写して写して今からビリヤニ作りながら聞く。ビリヤニ、大阪とのスカイプ電話面白かった、面白かった、日本でたくさん話して聞きたい。ラブチャンドラー、ラブチャンドラーさん、チャンドラーか、チャンドラーか、ラブチャンドラー、ヨナコク隣の子ヤギ元気かなって、あちょっと日本語おかしいと思ったらチャンドラーか、ラー、まあ、チャンドラーってあのいや日本人だけど、あの与那国で、あの会った、そう、友達です、ね、でもありがとうございます。なんかちょっとふと思った、わかんないけど、はい、うんうん、なんかこうなんかわかんないから、わかんない、なんとなく今さっき感じたことなんだけど、うんうん、なんかやっぱさ、こうなんかこういっぱいいろんなことを言うじゃん、いっぱいいろんな人が、うん、多分何に対して、え、なんかいろんなことに対して、いろんなことに対して、まあ、いろんなことっていうか、まあだから柴犬は、うん、ジャーナリストだから、まあその日本とかその海外とかのこの選挙関係系な分かんない人とか、分かんないけど、うんうん、多分なんか柴犬の周りに人いる人たちはみんないろんなことをいろんなこと言うのかなとか思うの、うん、いろんな方みたいな、うんうん、何をとしただから、そのなんか自分が本当に面白いと思ってるのか、うんうん、自分の周りの人がなんとなく面白いと思ってるのか言ってるのかっていうことの境目が分かんなくなるぞって危険だと思ってるのね俺、うん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 、本当の自分が見えなくなるから、自分が熱く語ってる風にはしてるし、周りも面白がってくれるから言うようにしてるけど、うんうん、それ本当にお前面白いと思ってんのかみたいなところってあると思うの、うんうんうん、でなんかね、本当にそいつ自身が面白いと思ってることって割と面白いんだけど、うん、そいつの周りのやつらが面白いと思うだろうから、なんかいつの間にかそういうのばっか喋ってるけど、これ本当にそれ面白いと思ってんのかなみたいなところ喋ってる時って俺あんま熱伝わってこないなとか思うんだよね、うんうんうん、なんかそういう、なるほどね、うん、そういうのを感じたというか、なんかふと思った今。なるほどね、そうそうそう、なるほどね、そう、そんな、うん、あ、休憩入れますか、はい、休憩入れますか、うん、はい、休憩、うんうん、あ、休憩、ネパールの映像、そちらネパールの映像についてちょっといいですか、はい、あのネパールの映像は私がネパールに取材に行くときにやっぱりたくさんの方が亡くなっている場所なので、あのそういうなんていうか心、どういう心を持って現地に入るのか、どういうふうにネパールについて語ったらいいのかっていうのはすごく考えたところで、であの映像が多分一番最初にネパールに入ってから出したものだと思うんですけど、それは2分、ネパールだと13日間人が死んだ後に喪に服すんですけど、うんうん、でその喪がちょうど明ける日に13日目に、みんなで2分間黙祷したんですね現地で、うんうんうん、なのでじゃあ私もネパールに入ってきてから撮った映像とかを使って2分間の、うんうんうん、そういう情報じゃなくてただネパールの映像とシンプルな音を流した映像を作ろうと思って作ったのが今から流れる映像です。はい、はいはい、タイトルはちなみに、黙祷。あの、はい、
いつものが今一瞬今のはね、はい、そうね、あえてね、あえてあれ喋ってるなとかどうなさん、いいなぁ。橋本さん、いいなぁ。すがすがしいね。潔い、最後。まあ、腹渡にゆっくり帰ってるんだろうけど。どうなんだろうな。うん、悔しいんだろうけどな。いやそうだよね。しかも、いやすごい接戦だよね。なんかね、だって、うん、明確じゃん、多分これ。あれどこ行ったっけ、読売？納税者を舐めた役所議会団体は潰されるということを示したい。きれいさっぱり全部壊して新しい大阪の政府を作っていくだったよ。まあ方法はともかく、多分舐めた役所と議会と団体をこの人見ちゃったんでしょ、うん、納税者をそんなそれぶっ壊したいって、なんか俺割と気持ちいいなって思うよまあ方法は知らないけど、うん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 、ちょっとそれ政治家としてどうなる感はあるけど人間として共感はできるいや、言いたいこと言ってんなみたいな。言いたいこと言ってんなっていうか、だって舐めた、うん、舐めたことしててさ、うん、なんていうの、税金巻き上げといて税金もらってる立場が舐めたことしてたら、うん、だって自分はずっと税金払ってたのに、うん、払われてる側これかよって思ったらぶっ壊したくなると思うよ、うん、いやわかんない、普通じゃない、普通の、わかんない、普通の精神じゃない、わかんない、ぶっ壊したいとかその方法は分かんないけどね。まあまあまあ、いい方だけど、その研修変えたいとか、うん、多分もっとやり方、優しいやり方はあると思うけど、うんうんうん、ぶっ壊したいと思ったんだろうな。それで結局反対がこれで、分かんない、うん、分かんないけど、なんか、うんうん、うわ本当ダメだな、もうなんかもう人なんか どうすんだろうね。いやどうすん、本当ダメだなとか思ってそう、なんか、うんうん、もうこいつら本当ダメだなみたいな。うんうんまあ、壊した後にどうやって再編成するかとかだよね、なんかそれは、うん、壊れることは別に悪いことじゃないと思う。なんか何回も壊して作って壊して作ってってやった方がいいものができていくわけだし、普通、そうそう、まあ、大阪市のことを詳しく言えないのであれですが、あ、え、そっか、じゃあ今日はこのぐらいにしてる、はい、じゃあこのぐらいにしてるって別に何も、ね、まあ面白かったな、はい、いやー、橋本さん、そうか、いやよく、いやでも彼のおかげで
要は住民投票ができたわけですから僕としては仕分けはね、そこがね問われる、全体が直接的に問われることが大好きだよね。直接民主主義来たみたいな、いやもうずっと期待してたからね、本当にやるんじゃないかっていうので。なんかまとめないの？あ、大阪都構想。いや、じゃあなんかいろんな、うん、いろんなとこ調べててさ、うん、こういう場合はこういうふうにやれば直接、うん、あの直接選挙を可能にできるみたいな、うん、そういうのってまとめてないの？なんかまとめてない。いろんな事例があるでしょ、だってそうです、ね、この場合はでき、この場合はこうしてこうできるみたいな。だその、だ今その辺野古のそのが、憲法何条だった？要は地方自治体がその今あの決定権を持ってないことになってしまっている、その国がやりたい、で前の知事が OK を出したっていうのが今その根拠になって一応工事が進んでいることになっているんだけど、そうじゃなくて今はその要は名護市もの人、名護市も沖縄県知事もその辺野古移設反対で、このことに関しては要は地方自治体のことに関することは住民投票にかけるって憲法90何条だったかにこう書いてあって、でそれでまあ住民投票、うん、これでそのまあ住民投票にかけるっていう、まあ、憲法ちょっと僕も詳しくあれなんだけど、要は法的拘束力のあるその憲法にのっとった住民投票が行われるべきなんじゃないかっていうことはちょっと思ってて、でまあ今回のそのいや市の大阪市の中でやる住民投票のような形でこっちも可能なので、これを僕は次はちょっと期待している、その期待してる、うん、沖縄のその辺野古に関してのその住民投票が、いや期待してるっていうのはその現実的な意味でね、そうだね、まとめというか、今回まあ本当に今回みたいにその条例制定によらないその住民投票っていうのはもう長らく行われてないというか、まあ1990、ちなみに沖縄の知事選の時に下地幹雄さんっていう人が出てたんだけど、幹雄さんは県民投票をやろうってそれは言ってた言ってた。幹雄さん面白かったよ。なんか私、木納さんの取材、木納正吉さんの取材してて、木納さんがみんな他の候補のことを人間的にどうだとかっていろいろ喋ってて、なんか女川はあいつはずる賢いって、なんだっけな、その話したか、なんか、なんだっけ、すごいうちはネタなんだけど、なんか中山さんがある意味一番人間としてまっすぐ自分のやりたいことを貫いていて、で小野がなんか口ばっかりでのらりくらりとしてずる賢くて、で三木雄は下地だろとか言って、いやごめんなさい、オチがあるんだけど、ごめんごめんごめん、何も分かんなかった、オチが何、オチが、いやなんかね、木納さんと下地さんは沖縄の多分原住民系の血が入ってるか分かんないけど、なんか下地さんに対してだけなんか呼び方とか扱いが雑で、それで三木雄さんに対してなんかね親密感みたいなのをね、にじみ出てて、それが面白かった。友達同士かよ、なんか選挙人がみたいな、なんか有権者じゃない、立候補者が。でもそうだよ、実際私選挙の取材結構してて、みんななんかニックネームとかついてるの、なんかアリちゃんはさとか言って、あのピンク色でどうのこうので、でもあれ違反なんじゃないとか言って、いろいろ選挙業界でそんな感じのところ、なんかバチバチやってんのかと思ったらさ、案外わかんない、表面的かもしんないけどさ、なんかお疲れ様ですみたいな、結構普通にコミュニケーション取ってて、あそういうもんなんだみたいな、選挙にもよると思うけど、まあでも新聞とかで書かれる感じだとはなんか、なんかね、絶戦を繰り広げられるみたいな、こうバチバチみたいな構図になる時あるけどね、なるなるほどね、まあいいや、うん、あんま興味ないからそっちの話。はい、じゃあ次行きましょうかね。はい。はい。はい。で、2週間やってなかったね。うん。
はい。なぜ彼女は彼氏は一人でなくてはならないのか。あ、これね、ヘルメの一言です。そうそう、やばいやばいやばい、いきなりいきなり、うん、これは柴犬からいただいた問いですけどね。そうですね、まあ、いつもぶち当たる壁ですけれども、いつもっていうか、うん、どうなんですかね。まあでも一般的に言われることだよね。うん、なんか感、なんかさ、こう感情的にそうっていうなんかこう感じが、まあ別に感情が悪いわけじゃなくて、うん、こうなんかでもなんかダメな理由はよくわからない、生理的に嫌みたいな、刷り込まれてるからじゃない、文化的に。うん、うん、でもそれだとしたらさ、いや多分これ文化的なものじゃないと思うんだよね、うん、だって文化的に浮気とか不倫する人たちも多分嫉妬とかするでしょ、うん、するするする、うん、ってことはなんか、うん、なんかでもそれはまた違う原理が働いてるのかな、うんうんうん、一人じゃなくてならないどうだろうな、うん、でまあ付き合おうって、まあ、彼氏になろう彼女になってみたいな話をするっていうことはさ、うん、まあパートナー、うん、一人を示すよね普通。ほうほうほう、うん、実は二人目だったみたいな、そういうことって結構レアだよね。私3人目だったのみたいな、付き合うって言ったけど3人目みたいな、3人もいるの付き合ってる人みたいな、前提がちょっとびっくりするね。そうだよね、だからその前提、なぜ彼女一人じゃなくて俺、でもこんなこと思ったこともないな。あ、でも思ったことあるか、いつも一人だからってこと。いやいやいや、まあまあ、どうだろうな、どう、なぜ、なぜ、いや、なぜっていうか彼女は一人でなくてはならないかな、なぜ彼女、彼氏は一人でなくてはならないのか、うんうん、あ、そっか、書き直したんだこれ、さっき盗聴になってたのにおかしいなと思っていや正しくなったの、さっきでちょっとね、あの、うん、右と左逆だったんだよね、うん、さっき最初にこれをしなんか書いた時は、うん、一人でなくてはならないのか、なぜ彼女彼氏はだったんだよね。うん、さっきね、もう間違って書いちゃってその方がね、私は味が盗聴がいいな、聞いてていいなと思って、うん、なぜ、テーマはどうですか、なぜテーマはどうですか、じゃあこれ一人でなくてはならないっていう質問の仕方だから、そういう方向で一人でなくてはならない理由についてっていうこと、まず一人じゃなくてはならないと思うか、うん、いや、それはないと思う、それはない、うん、なんか私は現実に起きていることは、その人がいい悪い関わらずそれはOK だと思うわけ、認めないといけないじゃん、その現実をと向き合うとかよく言うけど、うん、その現実っていうのは、うん、まあ否定するよりかはそれをまあ認める方が正しい、うん、正しいっていうか、まあ、認めるしかない部分があると思ってて、うんうん、実際そのさ、一人じゃない、実際に口ではどう言おうと一人じゃない状態っていうのはさ、よくあることじゃん、うん、世の中で、うんうん、だからなくてはならないって言ってもしょうがないんじゃないって、うんうんうん、彼氏2人欲しいと思う？いらない。お、大変じゃん、うんうん、なるほどね、いや、いらないっていうか、うん、で彼氏とさ、でもさ、でもアメリカだと、うん、そのデートするのと、うん、あの正式に付き合うっていうところで結構明確な線が あるのね、アメリカだと、うん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 、でそのデートっていうのは、まあ、日本でいう、まあ、付き合ってるっていう状態、付き合うっていうのがデーティングっていう言葉と被ると思うんだけど、うんうんうん、で実際交際っていう風になると、うん、英語だとなんか in a relationship って言って、うんうんうん、その関係性がありますっていう風に言うんだけど、うんうんうん、あのそこになったらなんかもっと
人生、お互いの人生がもっと絡み合ってコミットしていくみたいな感じなんだけど、だけどその手前だったら割となんかそこまで責任とかもないしみたいな印象、なるほどね、印象ね、印象として、へー、で日本だとそこではあるのかな、私あんまり分かんないんだよね、なるほどね、東京って結構すごいよね、なんかさ、昨日街をさ、なんか眺めてたんだけど、みんな宇宙から降ってきたみたいなさ雰囲気だよねじゃあどういうこと？東京ってさ、やっぱさ、あれなんか混ざってるじゃん、いろんな人が混ざってて、文化とかもいろいろだし、服装から考えてることもバラバラだから、なんかそう昨日いろいろあったんだけどいや、いろいろあったというか、その個人的じゃなくて、あのね、そう昨日不思議の国のアリスに会って、いたん渋谷でね、渋谷にいて、でアメリカのシカゴ出身だったんだけど、なんかどこか、ちょっと待って、どういうことアリスの格好した人じゃない？そうそうそう、アリスのすごく上手なコスプレをしたブロンドの女の子が渋谷にいて、で明らかになんか精神的に不安定な顔してるわけ、多分なんかアル中かドラッグか、それかなんだろうな、まあちょっと目が定ま、目線が定まってる、なんか問題を抱えてるんだろうなと、悩んでるとか、で思ってどっから来たんですかって言ったら、なんか宇宙から来ましたって言ってて、宇宙人来たと思って、宇宙人来たと思って、なんだっけ、何の話だっけ、そうで、そのアリスと話してたんだけど、いろいろと、でまあアリスもその社会的に、多分居場所がなかなか見つけられなくて苦労してるんだろうなっていうふうに思ってて、で私は昨日野宿者の人の炊き出しの取材に行って行った先で、アリスと遭遇して、でアリスと一緒に、アリスはその野宿者の人たちとすぐ意気投合して、で一緒に炊き込みご飯とかを食べてたりしたんだけど、でずっと夜まで一緒にいて、まあ、それでその後に、まあお酒とかみんなで飲み始めたりして、その後アリスはなんか眠りこけてしまって、公園で、いやごめん、なんかね話があんまうまくないんだけど、まあでもそのアリスがすごいね、なんかまあなんかちょっとジャンキーっぽいアリスだったわけ、ジャンキーっぽいアリスで、でその野宿者のコミュニティの中に、なんかのんきな風に迷い込んできて、みんなでお酒を飲んで泥酔してしまって、でいろいろそのアリスの件で揉め事が起きて、でそのあと散々みんなアリスの件で苦労した後にふって起きて、でそしたらなんか、あごめんあまあそれで、お前真剣に聞かないってあれなんだけど、まあでもそのまずはね、アリスが窮地に陥っていたから、精神的にね、でその野宿者の団体の中のそっち側の人がなんか意気投合してるわけ、で声の芽生えだとかって最初言ってたんで、私からかってて、声が芽生える声が芽生えるとか言って、でそれで時間が経って、なんかお酒とかが入って、なんかだんだん時間が経つにつれて、なんかアリスのその最初の声が芽生えるんじゃないかっていうウキウキとした空気の中、私たちは見守ってたんだけど、アリスがだんだんとそのでね、真面目に聞いてる、まあ、それで、あの私たちの知っている、まあそのアリスと意気投合するんじゃないかと思っていた男の子がいたんだけど、
アリスが泥酔して起きた後にみんなでアリスがどうやって果たして家まで帰ればいいのかっていうことについて話し合っていたんだけど、その男の子がアリスの住んでいる町の名前をいつまで経っても覚えられなくて、それで一生懸命みんなで解放したにもかかわらず、アリスはそのアメリカのそのカースワードをいっぱい使って最後悪態をついて、まあ、帰っていくっていう出来事があったんだけど、次来るときはちゃんと喋りをね練習してきますね。いや面白かったけど、あでも英語わかるからすごい面白かったわけ個人的に。でも基本的に周りの人は何言ってるかわかんないけどみたいな。でも日本に8年住んでて先生とかやってる人で英語とか教えてる人だったの、アリスは。それで、最後、まあ、ちょっと40分ぐらい離れてる町にアリスは住んでいて、まあ、終電がもうなくなったからタクシーで帰ることになったんだけど、その時になんか私もなんか一応解放してたから、なんかアドレス住所とかわかるのとか言って聞くじゃん。大丈夫、一応外国人だから住所とかわかるのとか言って、そしたら最後に捨て台詞でなんか「I fucking know my address」とか言って「アドレスぐらいわかるわよ」みたいな感じでバンとか言って、で捨て台詞を吐いて帰っていって、まあ確かに8年も日本に住んでたらわかるよねとか言っていやでも怒ることないよね。いや、まあ、でもまあそれはそのね、恋愛が芽生えそうな場面でもあったから、そのある男性がいつまでもそのアリスの町の名前をいつまでもいつまでも覚えないから、多分なんでこの人は私のことを全然私の事情を分かってくれないのかしらみたいな感じで、多分怒ってしまったのか分かんないんだけど、それでそのまあ一日の恋が芽生えるかと思いきや、その最後破綻して終わるっていうドラマが昨日ちょっとあって。そう、まあ面白かったなと思って、なるほどね。でも面白かったよ、なんか映画みたいで、ああ、いやコスプレもすごい上手くて、で「スター・ウォーズ」の話ばっかするんだけど、なんかそれ日本語でするんでしょ。日本語で最初してて、でも酔っ払ってくるとだんだん英語しか喋んなくなってくみたいなパターン、まあ、なるほどなるほどね。そこで恋が生まれそうで、まあでもアリスにはね、夫がいたわけ。あ、旦那さんがいて、そう。だからここに繋がるんじゃないかなと思って。帰ったら待ってるみたいな。そうで、もう帰りたくないとか、帰らないといけないとか、死んでやるとか、誰か殺してやるとか、そういうことをさ、いっぱい言うわけ。泥酔してて。それは、そう。すごい面白かった。だってさ、あのディズニーのアリスがだよ、ディズニーのアリスがさ、とか言って、悪態ついてる、ウイスキーとか超飲んでんのそれでなんか悪態つきまくって、すっごいリアリティなる問題抱えて、そこで宇宙から降ってきてんだよ、そこにスペースから来ましたって言ったからすごいなと思ってね、面白かったなと思って。そういう、そうそうないよね、そういうことね。面白かった。なるほど。すげえな、アリス。アリス。アリスすげえな、それは。大変そうだな。なぜ、まあ、なぜ彼氏は一人でなくてはならないのかっていう。ヘルメは、要は欲求として、その一人っていうのもありえるっていうか、ヘルメはそういうふうに感じてるわけでもない。いや、なんだろうな、多分あれだな、なんかでも思ったけど、その一人でなくてはならないというか、なんかちょっと違うな。なぜ、どうなんだろうね。
いやもういいよね別に一人じゃなくても。一人じゃなくてもいい、一人じゃなくてもいいっていうか一人でいいんだけどたまに二人とかになっちゃう時あるよねっていう、うんうんうん、それはいい、いやいいとか悪いとかじゃなく、ああで、うん、その時に、うん、要は A さんと付き合ってんだけど、うんうん、まあ、たまに B さんとかとイチャコラするみたいな、うんうん、で A さん怒るみたいな、うん、ってだけだよね。そうだね。で B さんも A さんいていること知って怒るみたいな、うん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 、一人じゃなくちゃダメとかダメじゃないとかいう話ではなく、あ怒るみたいな。怒った時にうん、どうする。怒るとめんどくさい、うんうん、だから、うん、しない、一人じゃないといけないのかなみたいな思っちゃうのかね。怒らない人だったら、怒らない人だったらだってさ多分バンジー OK じゃない、どっちも怒んないみたいな、うん、それいいよね、うん。それいいよね、うん、うん、でもうん一人じゃなくてはならないというか、二人目だと怒るよね。三人目でさらに怒るよね、きっと。そうだね。うん、怒る？え？怒らずに悲しむだけだったら、いやそれもめんどくさいよね。いやめんどくさいとは思わないな、俺。悲しむだけ。うん。申し訳ないみたいな。いやもう申し訳、もう申し、もう。だって自分でしたんでしょ、うん、いやそうそうだけど、あのこんなに悲しむと思わなかったみたいな。あなるほど。面白いこれ。いや結構へこむ話なんだ。結構、いやへこむよ、こんなに悲しむんだみたいな。そうそうそう、俺もえ自分がされたらって想像力はなかった。いや俺がされたら、うん、いやいやいやショックだよ、ショックだけどそんなに悲しまないよって。なるほどなるほどなるほど。いやなんか、うん、嫌だなっていう気持ちは分かるよ、うんうんうん、分かるっていうか、いや俺も感じるけど、いや自分もされたら嫌だなとは思うけど、俺笑っても笑って話すことじゃねえし、これマジでこんな本当、いやいや申し訳ないっていうか、いや、うん、申し訳ないっていうか、そんなに悲しませてしまうのってもう、うん、でもうその時に、うん、いや僕はその当時の人とはもうちょっとお付き合いできないなって思った。あその悲しむ人と、もうそうだ、もうこのことでこんなに悲しまれてしまったら、柴犬にとってはそんなに問題ではなかったんだ。いや俺は悲しむもの、全く、いや俺にとっては問題じゃないけど俺にとっては問題じゃないんだけど、はい、その人にとってはめちゃくちゃ大きな問題で、なるほどね、でこういうことがもう今後も一切俺はできないと思って、うん、あ何一切できないっていうのは、で要はなんか浮気的な、うん、あもうこの人と付き合ってる限り、そうそうそう、この人と付き合ってたらもう僕はこの人をちょっと幸せにすることはっていうか、この人と一緒に幸せになることはちょっと難しいかもしれないって、ちょっと思った。なるほどね、うん、また悲しませちゃうことが起きうるから、そう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 、起きうるからなと思って、そうそうそう、それね、でも似た経験はある、似た経験はある、うん、やっぱ そんなに悲しまれてもみたいな、ちょっとそこでなんか仲間見つけたみたいな、悲しました方、悲しませた方、あで、うん、で私はその悲しませたであろうっていう、でもある程度想像だけど、うんうん、その人とまた付き合うとしたら、その時は、まあ、結婚した方がいいだろうなと思った。ああそういう人だったから。ね、うん。うんうんうん、結婚した方がいいっていうのは？その なんていうか信頼関係があって、まあ、だけどそういうの辺の認識の違いが あるじゃん。うん。いろいろあって、うんうん、それで結果として結果的になんかおそらく悲しませたことが多かっただろうなって自分で解釈して、まあ、私は。勝手にへこんでたんだけど、まあ勝手にへこんでたっていうのがあるかな。勝手にへこんで。でも相手の悲しみ方もさ、ある程度自分の想像じゃない。
分かんないけど。でもなんかそういうことですごく傷つく人だったら、うんうんうん、なんかっていうこと、うんうん、っていうことが分かったから身を引いたみたいな。身を引いたっていうか、まあ、まあ、まあ遠距離だったんだけどね、うんうんうん、最終的には。うん、いや想像っていうかもう目の前でもう泣いて泣かれて泣いてらして、うん、泣かせてしまって、でもなんかまあそうそうそう、もうどもうここにいられないみたいな、出ていくみたいな、うん、待ってみたいな、外寒いよみたいな、こうあーっていう感じ。まあ、そんなこともありつつ、まあ、想像っていうか、いやそういうことが あったっていう、まあ、そう、辛い、うん、やっぱこうだったのかなって。ああそうだね、こうっていうよりね、そうだね、まあ、でも どうするでも浮気しちゃったら、今後また浮気しちゃって、うん、えそれは何、バレたの、言ったの直接。いやいや言ってない、バレたの、うん、バレたのね、うん、どうやってバレたの？携帯？いやいや携帯じゃなくて、いやいやあのまあスパイ行為、スパイ、いや全然もう そんなことじゃない、スパイとかそういうこと全然しないし、あのただいやいや俺のもう完全な不注意っていうか、うん、不注意？うん、あの何だ、要は、うん、あのあこれ見てませんように、うん、なるほど何いやいやあの僕、まあ、こっちっていうか関東にいて、うん、でまああの名古屋の方から来てた女の子が、あ、まあ、東京に来てて、でその時にまあちょっとあのまあいい感じじゃないけど、おでまあそれは別にそれで済んで、であのでまあその子がそで僕あの当時名古屋にあの両親住んでたからさ、親がこっち住んでたから、あの親のとこ帰るわっつって帰って、でまあちょっと遊んで、でまあ帰ってきて、であの写真見せてみたいな、でいいよみたいな感じで見せたら、あのその時の写真が残ってて、あやべえなと思って、その時のっていうのはその名古屋で遊んだ時の、その2人その遊んだ子も写ってる写真があるなって思って、うん、であやべえなと思って、これこのまま見られたら絶対バレるなって思って、ね、すごいね、いや、うん、いやちょっとこの写真一旦みたいな、なんか、うん、でもそしたら何みたいな、うん、何みたいな感じで、であーってまあ見てたらこう あったみたいな、その名古屋で遊んでる、そう名古屋で遊んでる写真、しかもちょっとまあまあエロいやつ、エロくないけどでもまあ、まあ、浴衣っていうか、あの何ホテルの部屋着みたいな、いやバスローブみたいな、なるほど、それ着てて何これみたいな、何これっていうかもう俺なこれはまあいやそうたなるほどね、いるこれは、そうまあそういうのあるよ、ね、みんなあるね、うん、そうで僕がこうやって話すことによって他の人が救われるっていうね、そうね、解放運動、そう解放運動、自己を解放することによって、うん、そう世の中をね、そう、うん、世の中あリベレートしないと、あそうそういうひどい男も人もいるんだって、ね、なるほどね、そういうふうに思うことによって他の僕みたいな人に会った時に、あ柴犬と一緒だっていうね、どういうこと、こういうひどい人は僕あのその人だけじゃないんだ、あこんな人もいたな、そういえばみたいな、ちょっとクッションになる、その次の人のね、うん、まあなんかいいんじゃない、ね、うん、うん、なんか結婚式とか行くとさ親戚の人にさ、うん、結婚しろとか言われるじゃん、うん、そういう後に聞くとなんか解毒剤になっていいかもね、なんか解毒剤どういうことどういうこと全体的に分かんないちょっとどういうこと結婚した方がいいよねっていうの、誰の結婚式、まずいやなんかさ親戚のなんか親戚とか結婚式とかがあって、うん、なんかそういうすごいさ田舎でやったりするじゃん、で結婚ってまあ大体カチッとしたものだから、
そういうさカチッとしたものをさ、うんうん、こうやって知らないあんまり知りもしないおばちゃんとかがさなんかしょうこちゃんあいつ結婚するのみたいな次はしょうこちゃんねみたいなこと言うじゃん、うんうん、でそういうなんか社会的な理不尽なプレッシャーを受けた後になんかこういうさ柴犬のその写真を残すなんかダメっぷりとかさわかんないけどわかんないけどそれは何それ親戚にするのいや違くてまあ、さその、うん、いやなんていうか、まあ、そのわけわかんない人たちがいるっていうのをさ、うんうん、その肌で感じた方がさ、うんうんうん、なんか疲れなくていいんじゃないかな。ああ、なるほどね。解毒剤っていうか。あんまり言われるとやっぱさ、そうなって、うんうん、なってくじゃん。うんうん。そうなってく。なってくっていうか。まあなんかプレッシャーに本当にそうしないと言われても、本当にそうしないといけないのかしらみたいな。なるほどね。まあ思わないけどね。そんなこと全然思ってないんだって。全然思ってないんだ。解毒剤いらないでしょ。いやでも言われるなんかどうなんかジムの人とかにも言われたんかな、うん、あでもこれまあ次かな、はいはい、時間的に、はいはい、なるほどなるほどねまあでも、うんうん、まあね浮気はね浮気っていうかまあテンション上がっちゃったんだよねそう、うん、やっぱねでもさやっぱそれこそさそのあの関係のあるじゃないけどさその要は彼女とさその遊びたいってさやっぱ違うわけじゃん、うんうん、それちょっとさやっぱ分かってほしいって俺が柴犬的だね、俺を肯定するって違うんだって違うんだと、うん、これはただデーティングに過ぎないんだと思うああそうお前とはインアレーションだリレーションだけどこれはデイティングだとそうこのバスローブはデイティングだとそうただのデイティングだと、うん、もうそれは声を大にして言いたいですねそうだね何の話しましょう、はいはい、じゃあ、ちょっとメールが届いてるんですけど、まあ、時間的に読めないのですが、ね、今更な話なので放送で読まなくて大丈夫ですっていうのは来てるので一応来週ね、ま、来週取り上げましょう、はい、読ませていただきたいと思いますけれどもそうですねうん、うん、どうでした、まあ、そうですねちょっとまあ、あのさっきの本当にお前楽しいと思ってんのかこれみたいなのはちょっと考えますねやっぱり、うん、ヘルメやっぱ、ね、ヘルメに言われるとちょっと気づくとこ結構あるからっていうのを思いつつ今日は来てもらってどうもありがとうございますありがとうございましたどうでしたかでもいや楽しかったです本当こんなにめちゃくちゃだとは思っていなかったちょっと待っていや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 もう今日はかなりカチッとしてますよねそうなの話題としてもね話題としても今日でもあのなんかこういろいろなんかこうリズムも大きくあったしねあのいろんな人が出てくるとかいつもはこう2人で平坦にそうですねちょっと、まあ、今日はやっぱゲストがいたので、うんうんうん、楽しかったですいやよかった本当によかった僕の憧れのジャーナリストの一人ですからねご紹介できてよかったです恐縮ですとか言ってもうさほんとしょうこちゃんの見るとさマジへこむんだよねこ俺こんなマジできねえみたいなほんとちょっと比べちゃうな なんで比べちゃうなそうなんだよ、そういうことがあるんですよ、実は比べちゃって比べるのは良くない、まあ、うん、良くないよほんとそう、ほんとそうなんだよね、うん、いいよ、ね、はいありがとうなんだよ、何がいや、二人にあの比べなくていいんだよって言われて、はいうん、いやネパールでも言われたなんか災害にあって心の傷を負ってる人は、うん自分のことを肯定しなさいって言ってた。ああああああそれが全てですえその傷ついた人が言ってたその傷ついてそのさ今までなかった症状が出たりするわけ、うんうんうん、すごい汗ばむとか、うんうんうん、音がすると怖くなっちゃうとか、ね、ちょっと終わりそうだねそう、うん、だけどそういう自分を認めて前に進みなさいみたいな、うん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 、だからいただきます。はい、じゃああと3秒、はい、見てくださってありがとうございました。はい